27日。もうすぐ、あ、マイク押さえてる。もうすぐお話し会ですね。2期生行こう。おめでとう。2期生合格2周年か。早いな。ミキセイコが、そっか、いやなんかパチパチなる、これなんかね、あの電波の関係が悪い、これ。笹岡監督、来年も笹岡カープ そうなんや。豪華フルーツ、何がどうなって、ハロウィンの企画の。僕も参加してたのか、ハロウィンイベ、どうやったら参加できるんですか。参加してるの私、これフルーツ、欲しい、もらえるんかな、これ。おおい、あー、ギフトありがとう。自動エントリー、あ、自動エントリーか。嬉しい。フルーツがもらえる可能性があるんですよね。雨降ってる。好きなフルーツはバナナ。バナナ好き。バナナとか。でもリンゴとか好きです。バナナとかリンゴとか、あ、桃も好き。嫌いな、あの、なんかないです。
ありがとう、ハロウィンの。梨も好きです。それで決まったかわかんないですけど、あのバナナもめっちゃ好き。あの小さい頃からなんか牡蠣があんまり好きじゃなかったんですけど、なんか最近久しぶりに牡蠣というかフルーツ盛り合わせのその中に牡蠣があって、牡蠣食べたら牡蠣美味しいやんってなって、牡蠣ですね。いつも元気頑張ってる姿、これからも頑張れるわ。フルーツの柿、フルーツ好きです。なんでこりゃ、なんか最近は食べてないけどフルーツ。秋といえば好きなフルーツは焼き芋ですから。あの私の中でキャベツもフルーツ、あ、てかトマトってフルーツなんですか？トマト、トメイロ、芋もフルーツ、スイーツか、野菜？トマトも野菜？え、そう、フルーツトマトってあるじゃないですか。え、じゃがいもは、あの、芋ですね。普通。フルーツトマトはフルーツですね。あの、そうだね、確かに。だってメロンのことをキュウリっていう人いるじゃないですか。あ、木になるやつが果物なんじゃ。ウリ、そう、ウリ。ウリか、ちげ、虎は猫っていうようなものですよね、言ったら。具体例として、俺それと同じあの考え方ですよね。メロンがキャベツっていう、あ、メロンがキュウリっていう人は虎が猫っていうのと同じですよね。
トラとかなんか、トラとトラに乗ってみたい。馬にも乗ってみたいけど、なんか馬にも乗ってみたいし、なんか動物に乗ってみたい。乗馬してみたい。阪神に勝つって意味。いやいやいや、違う違う違う。え、あ、虎に乗ってみたいってことですか。いや、それは想像力がすごい。連想ってことですよね。か、え、実際はあるのかな。一回ぐらいありますか、皆さん。私ないんですけど。まずは福田あかりに乗ってみよう。猫に乗るってこと。ヤカリング猫じゃないか。あ、ありがとうございます。ハロウィングッズ。え、これあと何ポイントとか出るんかな。ハロウィンまで毎日ショールームしてた。フルーツ届くんかな。鳥取砂丘でラクダに乗れるよ。鳥取砂丘か。え、ラクダにも乗ってみたいな。いやー、なんかあのね、自分じゃあなんか到底届かないその動物の速さだったり、そういう、まあ車とか電車とか一緒か、乗り物。なんか難しい話じゃね。猫にも乗ってみたい。いや、なんか猫は潰れる。お、あー、528日か。早いねー。ショールも毎日始めて527日だったのか。528日か。動物飼ってみたいけど、こんばんは。動物飼ってみたいけど、責任がね、責任を持たないとですもんね、動物を飼うにはね。やばい、眠気が。なんかすごいなって思う。なんかでも動物飼うのとか憧れるけど、なんか、いや、私はなんか自分のなんかこう、あのことがままならないので、ままならなくて、動物とかなんか憧れるけど、まだちょっと他のお世話ができるほど自分が成熟でないなと、未熟だと感じてる。いやー、でも可愛いだろうな、動物って。
猫に飼ってもらう。なんかでもあのこの前あのお仕事で東京行った時になんかめっちゃでかい犬を散歩してる。めっちゃでかかったですよ。めっちゃでかかった。え？なんかえ？あれは何？と思ったんですよ。なんかえ？こういう三輪車、なんか遠目から見たらなんか三、なんか自転車のなんか自転車のなんか小型版みたいな、いやなんか人が立ってて、もう大人の人ですよ。人が立っててなんか隣にすごいなんかちっちゃい細い犬でしたよ。細くてよく見たら犬がいて、ホルゾイ、ホルゾイけどその単位のねあれじゃから、そうホルゾイ、ホルゾイがわかんないんですけど、なんか配信ね、あのあれなんですよ、電波がもうパチパチなるな、ショールームが多い。はいはい、頑張れ頑張れ。10秒だけやってみるか、何年かぶりに全力でせこ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 、気持ちいい自分に。風邪を持ちねは、あの独り言じゃなくて一人たちはまだ入らないですよね、 ST の曲に。カラオケに入ったらねやりたいなー、歌いたいなと思うんですけど、失敗しちゃうんだけど、電波がへたれとるな。うまい。あ、そういえば今日パリーグの優勝も決まったね。あ、そうですね、オリックスおめでとうございます。バファローズ、オリックスだっけ、オリックスですよね、オリックスバファローズおめでとうございます。野球も佳境を超えてむしろフィナーレ。いやーなんかオリックスって な, いやなんて言うんですかね、セリーグもパリーグも今年のなんか野球はなんかちょっとあちょっとなんかちょっと2021年なんかおもろかったねって なんかあります、ね、楽天イーグルスファンが入りますそれパリーグも、いやなんか最初はカープしかわかんないと思っちゃったんですけど、思ってたんですけど、なんかカープしか野球とかわからんなとか思ってたけど、なんか野球カープファン続けてたらなんかセリーグのこともなんかおのずと気になって、なんかいや選手から気になったり、なんかあこんな選手おるんやとか、あとなんかね、そうね、あ工藤監督、あそうですよね、なんかその監督問題じゃない、問題じゃない監督の話題も結構なんか、あ笹岡監督がそう続任っていうんですかね、継続して、来年もよろしくお願いしますということですね。母校の後輩がドラフト指名されて、すごい、それってなんかどんな気持ちなんじゃろ、え、うちの高校ってことですもんね、だってうちの行ってた高校かみたいな、
新庄監督が楽しみ。あ、新庄監督決定？STU は来年1月に単独コンサートはやらないの？わかんない、その時期になってないと。私に今聞かれ、私が今知ってたらなんか、ここは何者、ここはすげえの、なんか情報知ってるってなる。ライブとかもね、なんか大きいとこでやりたいですよね。でももうあと3分で終わっちゃう。ちょっとランキングを読もうかな。ランキング読みます。13位黒蜜きなこさん、12位癒やし系さん、11位むらさん、10位、こまめまきさん、9位ひそさん、8位オールグーリンさん、7位ふじやんさん、6位赤木ふでふみさん、5位噛んでた、5位ハイキューさん、4位ネゴコアさん、3位スエンさん、2位ロッシーさん、1位はアリくんさんです。ありがとうございます。皆さん今日もカイコが滑舌悪しということで、次の妹にも期待ですね。この滑舌の悪さがどう取り上げていただいてるのか。ですね、あのね、すごいね、なんか妹がね、妹のアーシャンがね、あの妹の予告あるじゃないですか、なんかアカリンがカイココーって言いながら、私があのタクシーから降りてきた時に、なんかアカリンが急に、あ、収録でですよ、急になんか遠くから走ってきて、めっちゃカイココーって叫びながらめっちゃこっちに向かって走ってきて、めっちゃ怖くて、予告を見ていただいたら分かるんですけど、ぜひ。では放送もバイバーイ。おこ。